エジプト中央国、エジプト中央国、エジプト中央国紀元前2040年頃引く、紀元前18世紀頃は、古代エジプト史の時代区分、第11王朝の王メンチュヘテプ2世、前2060年前2010年による、エジプト統一か、第12王朝の終了、または、第13王朝を終了、またはその知性の途中までとする説がある。しかし、 第13王朝についての情報が不完全であるため、明確な時代境界線を引くことは難しい。本記事では、第11王朝によるエジプト統一から第13王朝の終了までを取り扱うが、この範囲について統一された見解がないことに注意していただきたい。第6王朝末期、メンフィスを拠点とした皇王国の権力が失われた後、 第一中間期と呼ばれる長い混乱を経て、第十一王朝の王メンチュヘテプ二世によって、紀元前2千4 0年頃、再びエジプトが統一された。第十一王朝は、古くからの首都メンフィスではなく、上流のテーベに成立した政権であり、このためテーベのエジプトにおける重要性は高まっていった。これ以降を中央国と呼ぶ。第十一王朝は、ナイル川上流。 上エジプトのテーベ修行による政権であった。第一中間期、周辺の修行との戦いに勝利を収めつつ、勢力を拡大し、北のヘラクリオポリスに拠点を置く、第十王朝とエジプト南北に二分した。第十一王朝のメンジュヘテプ二世の時、ヘラクリオポリスを占領して、再びエジプトを統一した。この統一以降が中央国に分類される。しかし、 メンチュヘテプ二世の死後間もなく、政権は第十二王朝に移った。アメンイエムハと一世により、第十二王朝が開かれた。彼は、第十一王朝の最小アメンイエムハとであり、王位を散脱したと一般に考えられている。第十二王朝は政権を安定させることに成功し、官僚制を整備、ファイユーム地方での干拓事業によってこの地を、 エジプト有数の国葬地帯とし、対外的には、シリアとの貿易を拡大させる一方、南のヌビアを征服して、領土を拡大した。第12王朝末期に、王位継承の混乱の後、女王、セベクネフェルが即位。その後まもなく、第13王朝が成立した。第13王朝は、王権が弱く、数多く知られている。 オートールの在位中の地籍はほとんど不明である。また、第十三王朝の王たちは同一の家系にも属していなかった。しかし、整備された官僚制と官職を世襲する官僚たち、そして統括者である最初を中心に、国家機構は正常に運営された。後半には、下エジプト地方で、アジア系と見られる市長たちが、独自の政権、第十四、十五王朝を築き、 エジプトの統一は崩れた。第一中間期の長い混乱を経て統一された中央国では大規模な建設事業や様々な文学が花開いた。文学分野では文章語、標準語としての中、エジプト語の確立とともに古代エジプト文学における古典といえる作品がこの時代に生み出されたと見られている。建築では国力の増大に伴い、 巨大な応募建築が復活したほか、第一中間期に勢力を拡大した各地の修行の墳母も数多く確認されている。第一中間期の総裁の民主化は人々の信仰に変化をもたらし、総裁観光にも影響を及ぼした。中央国時代には古代エジプト文学を代表する古典が次々と生み出された。これらの作品は当時の政治や社会、 宗教ををを色濃く映し出し出出てて、おり、文学作品を通じて中央国の社会や政策を知るる。ことが出る古代エジプト語は、その変化に基づいて、古エジプト語、中エジプト語、新エジプト語、デモティック、コプト語の5つに分類されている。古エジプト語と呼ばれるのは、初期王朝時代から第一中間期前半、第八王朝時代頃までのエジプト語である。中エジプト語は、 第一中間期から新王国時代までのエジプト語である。中エジプト語は古エジプト語に比べ細かいニュアンスなどの表現が可能になっており、文章語としてほぼ完成されたものであった。そして第一中間期の後半から中王国時代にかけて、この中、エジプト語を用いて、エジプト文学の古典が次々と生み出されていくのである。 古代エジプトの文学作品は皇王国時代のものは基本的に知られておらず、その末期頃になるとピラミッドテキストや墓に書かれる自伝など総裁文書が現れるようになる。第一中間期になると当時の世相を反映した文学作品は中エジプト語で残されるようになり、次第に文学が流盛していく様が見て取れる。皇王国時代に成立したと思われる。 文学作品でも現存するものは中エジプト語のバージョンである場合も多い。第一中間期には統一政府の崩壊に伴って統一的な文字教育が失われた。第一中間期に記述されたヒエラティックと呼ばれる総書体の文字は地域的な変形が見受けられている。しかし統一政権が成立すると政府は官僚機構の運営にあたる書記を要請するために 初期養成学校を築いた。主として、中央国時代の文学を担ったのはここで文字を学んだ初期たちであった。中央国時代の文学作品はしばしば政治的な、プロパガンダ、宣伝を目的とするものであったとされる。初期たちは、王と密接に結びついており、彼らを読者として想定した、作品群は、王の意向を色濃くまぜたものとなったとされる。 フランスのエジプト学者ポズネールは、第十二王朝時代に成立した文学は、王の利害と密接に結びつき、政治宣伝を目的としたものであると指摘している。こうした文学作品の中でも、代表的なものは、シヌヘの物語、ネフェルティの予言、アメイエムハと一世の教訓などであり、いずれも政治的傾向を強く持った作品となっている。ネフェルティの予言は、 はるか昔の広王国時代に、第十二王朝の創設者、アメン・エム・ハと一世が、救済者として現れることが予言されていたと記す、事後予言の体裁を取る物語である。全体は三部で構成され、第一部では、物語の舞台としてのスネフェル王の宮廷で、ネフェルティが予言を語るに至った経緯を語る。第二部では、 ご王国から見て、将来に訪れる混乱と無秩序の時代が移され、その悲惨さが述べられる。第三部で、南方より北雨に、アメン・エムハと一世が秩序を確立し、国土を救済される様が予言されるというものである。アメン・エムハと一世の教訓は、暗殺されたアメン・エムハと一世が、セムセルと一世に王者として注意すべきことを、語るという体裁をとっており、 文書の形式は墓などに刻まれる自伝に近いと言わる。ここで、アメイエム派と一世が語る内容は、ある程度実例に沿っているとも言われ、非常に厳しい内容である。冒頭の呼びかけの後、進化の前では注意せよ。彼らは無に等しいものであり、その尊敬など気にかける必要はない。一人で彼らに近づいてはならない。兄弟を信頼するな。友人を知るな。腹心を作るな。 何にもならぬからだ。と始まり、いかに他人が信頼できないかが述べられる。その根拠として、アメン・エム・ハト・一世は、自分が引き立てた者たちが、自分に対して、反乱を起こしたことを述えている。また、アメン・エム・ハト・一世の暗殺が行われた状況も、生々しく記録されており、それによれば、アメン・エム・ハト・一世は夕方に一時間余りの、 休養をとって信頼に横になっていたところ、衛兵によって襲われた。彼は激しく抵抗した者の,の武器がなく、ついに殺害されたのである。また、中央国時代には、教訓文学と呼ばれる多数の作品も作られた。第一中間期を通じて、各地で勢力を伸ばした、修行や、その他の有力者たちは、中央国の派遣を認めてはいても無視できない力を持っている。 第十一王朝のメンチュヘテプ二世は、その指導力をもって、彼らの地位を奪い自分の意のままになる人物で固めようとしたし、第十二王朝においても、中央集権下のために、長期的な努力が行われたと見られている。中央集権下と、地方有力者への対抗上、官僚機構の整備は、急務となった。そのため上述のように、初期養成学校が、政府によって用意され、 第一中間期の社会革命を通じて生まれていた、遊の指定等を対象に教育が施された。彼らは子供を長期間学校に行かせることが可能な、経済力を持ち、地方有力者の指定よりも、大への忠誠心を持たせやすいと考えられたのである。ケミートの書や、ドゥアケティの教訓と呼ばれる作品である。どちらも、初期養成学校における、 教科書として使用するために作られた作品である。ケミートの書は、初期になるために必要な知識を、初学者に教えるためのもので、書簡を書く、際の書式や、寛用表現、生活態度などを記したものである。ドゥアケティの教訓は、職人や農夫、洗濯屋など様々な職業の辛さ、惨めさを列挙するとともに、 こういった職業についている指定を対象に家業を継ぐよりは初期になった方がよほど良い活を送ることができるという説明をするもので、初期養成学校へ庶民の指定を勧誘することを重視している点が特徴である。他に、中心の教訓や、ある男の教訓などの作品も残されており、こちらは一般庶民の指定を対象に王に対する忠誠と、 それによって得られる物質的利益を説明するものである。中央国時代には多彩な物語の創作も行われた。特に、シヌヘの物語として伝わる作品は、多数の写本やオストラコンの断片によって伝わっており、エジプト文学の代表作品となっている。他、ナンパしたスイフの物語、雄弁な農夫の物語などがあり、これら多彩な文学作品の登場も、 中央国時代を特徴づける。また、第四王朝と第五王朝の交代にまつわる伝説的な説は、ウェストカーパピルスの物語も、中エジプト語のバージョンで現代に伝わっている。シヌヘの物語は、エジプト古典文学の中でも、後世まで好んで読み継がれた作品であり、エジプトにおける古典の中の古典と呼ばれる。母名の辞典の形式をとり、主人公、 シヌヘの一人称で物語が進む。この物語ではアメイエム派と一世が暗殺されたのを知った遠征中のセグセルと一世が首都に急ぎ戻る際、この遠征に同行していた別の王子がこの事態を利用して王位を獲得しようともくろんだ。この陰謀のために交換シヌヘは身の危険を感じアジア人の下へと逃走し亡命先で ベドウィンの族長の娘をめとってその地で高い地位につく。しかし、傍教の念に駆られたシヌヘは、地位を捨ててエジプトに帰り、すでに王座を確保したセンムセルト一世の許しを得て、エジプト地で死去するという物語である。物語では、異国の地にあっても変わらぬ、シヌヘのセンムセルト一世に対する忠誠心が現れており、この作品は、 他の政治的文学同様に王権に対する明瞭な目的意識に知られているが、様々なモチーフ、エピソードを組み合わせて文学性の強い作品に仕上がっており、彼の冒険や立身出世の物語は多くのエジプト人の心を引きつけた。雄弁な農夫のぬ物語は、現存する古代エジプトの文学作品の中で最も、長大かつ完全にに現存するものの一つである。 中央国時代の古典文学の代表作の一つで、あり、技巧を凝らした文体を特徴とするが、シヌヘの物語が後世においてもエジプト人たちから愛好されたのに対し、この作品は中央国時代の後には高く評価されることはなくなった。悪徳管理によって、不当に財産を奪われた農夫が、九度にわたる長い、訴えの末に奪われたものを取り戻し、さらに、 悪徳管理の財産も与えられて、正義が実現されるという物語である。貧しい農民の口から、正義を主張させる形式は、第一中間期と中央国時代の社会的風潮をよく反映しているとみなされるが、後代のエジプト人には、秩序の感覚に反するものと映ったようである。また、その技巧を凝らした文体と、相まって翻訳者による際の激しい作品であり、 その理解は完全ではない。ナンパした水婦の物語は、交渉文学の系列に属するものと考えられ、現存するのは物語の末尾の部分だけである。現存する写本の年代は、第十二王朝、または第十三王朝時代とされ、船に乗り合わせた人々が退屈しのぎに順番に物語を語るという形態をとっている。中央国は第 第十二王朝というテーベ政権によって成立したため、テーベで崇拝された神の重要性が高まった。とりわけ上、エジプト第四県の主身となったアメン神は、飛躍的にその地位を向上させことになった。アメン神が初めて歴史の表舞台に現れるのは、第十一王朝時代のことであり、第十二王朝時代以降はもともと最大の崇拝を受けていたメンチュ。 モント神を押しのけて欧米にも頻繁に酔られるようになる。そしてこの神は後に太陽神ラーと集合したアメンラーとしてエジプトの国家神となっていくのである。すでに第十二王朝のセンウセルト一世の時代には神々の王として描写さたれた例がある。今一つ重要な神がオシリス神である。オシリス神への信仰は広国末期から第一。 中間期を経て広く一般庶民にまで広まった。人間は死ねば誰もがお尻すがみとなり再生、復活する。というわかりやすい思想は人々の心を捉えていた。そして第一中間期の総裁の民主化を通じてお尻すがみの重要な聖地であるアビュドスへの巡礼。アビュドス巡礼は中央国時代は最も重要な宗教行事の一つとなった。 アビュドス巡礼の重要な証拠が、アビュドスのオシリス神殿周辺で発見されている、中央国時代のステラ、石碑である。このステラは、オシリス神に対して個人によって奉納されたもので、奉納者とその家族の名前を記した粗末なものが多い。中には、個人用の記念指導を立ててその中に、ステラを収める富裕な人々もいた。貧富を問わず一般の庶民までもがアビュドスに訪れて、 復活と再生を祈っていたのである。エジプトの再統一によって各地の採石場が使用可能になり、労働力の大量投入も容易になったことから中央国時代には大規模建築が活発に行われている。テーベ近郊のデールあるバハリに作られたメンチュヘテプ二世総祭殿はその最初を飾る偉大な建造物である。また、第一中間期から続く 中央国時代の建造物の大きな特徴は各地の修行が作らせた大型の墳墓である。第一中間期に勢力を拡大した修行たちはエジプトの統一後もしばらくの間大きな権力を逸しており、第十二王朝は修行の時代とも言われる。そして第一中間期の総裁の民主化はエジプトの哲学と宗教に重大な変化を及ぼし、その変化は 総祭観光にも影響を及ぼした。各種の模型の埋葬は中央国における詩人の埋葬の特徴であり、生活に必要なものが死後においても準備されるのを確実にするためのものであった。このような模型は細やかな描写がされているおかげで、当時の技術や生活について多くの情報を提供している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。